BS と110度 CS による 4K8K 放送を適切に受信するためには、左遷の電波の受信、より高い周波数への対応、電波が外に漏れない対策、他の電波に影響されない対策が必要になります。放送衛星から送信される電波は螺旋状に回転しています。螺旋の向きには右回りと左回りがありますが、現在の BS と110度 CS 放送では右回りの右旋の電波が使われています。このため、これまで市販されていたアンテナは右旋の電波のみを受信するタイプです。2018年開始予定の新しい放送は左回りの左旋も使い、チャンネルを増やします。このため、左旋の 4K、8K 放送を見るには、ご家庭のアンテナを左旋も受信可能な右旋左旋共用アンテナに交換が必要です。これは現在の BS と110度 CS 放送の周波数配置です。先ほどの説明の通り、現在は右旋の電波で BS や CS 放送が提供されており、周波数が重ならないように配置されています。そしてこれからは BS と110度 CS による 4K、8K 放送のスタートにより、現在の右旋の電波に加え、新たに左旋の電波も使われることになります。ご覧の通り、右旋と左旋で周波数が重なっていますが、螺旋の向きが異なるため、それぞれを区別してアンテナで受信することが可能です。衛星からの電波はアンテナで受信した後、宅内伝送に適した周波数に変換されますが、右旋と左旋の電波をそのまま変換すると、同軸ケーブルの中で混信してしまいます。これを避けるため、左旋の電波の変換後の信号は右旋の電波の変換後の信号より高い周波数を使っています。このように左旋の電波はアンテナで受信した後、従来の信号より高い周波数の 3224MHz までの帯域に変換されるため、それらの信号を伝送できない分配器や壁面端子などは交換が必要です。交換する際は SH マークのある機器を使用するのも有効な手段です。 SH マークは BS と110度 CS による右旋左旋放送用の受信機器のうち、業界団体が一定以上の性能を満たしたアンテナや機器に付与しているシンボルマークです。右旋と左旋の電波で放送されるすべての BS と110度 CS による 4K8K 放送を視聴するためには、アンテナや機器などの交換が必要となりますが、青字の右旋で行われる 4K 放送はほとんどのご家庭で現在のアンテナや機器をそのまま活用して視聴することができます。また電波の遮蔽性能が良くない一部の機器を使用すると、左旋の電波をアンテナで受信した後、宅内に伝送される信号が遮蔽の弱い部分から外部に漏洩してしまい、近くで使用している Wi-Fi に干渉したり、反対に電子レンジを使用した時に電子レンジから発せられる不要な電波が機器の遮蔽の弱い部分から飛び込んで、テレビが映らなくなるなどの障害が生じる可能性があります。 3224MHz に対応した機器に交換する際には、電波の漏洩や不要な電波が機器に飛び込まないように、機器の使用や配線工事に十分ご注意願います。